レッドカンパニー。
素直に渡せば苦しまずに済んだのにね。自然の美しさに手を加えてこんな形にするなんて愚かだね。このピトン様が自然に返してあげる。宝石が喉を通る気持ちよさ。おいしい。しっかり怪我も治ったみたい。これもカルチェラのおかげだよ。ありがとう。獣医の真似事が役に立ったわ。これで団長さんもこの子を売るなんて言わないでしょ。ドラさん、よかったね。これでみんなと一緒に遊べるね。どうしたの？泣きそうな顔して。どっか痛いの？この子と僕は同じだ。一生懸命笑って芸をしないと捨てられるかもしれない。コクリコ、動物たちもあなたも私が守ってあげる。だからそんなに悲しいこと言わないで。本当？カルチェラ。だったら僕
するよ。何をしていた。もうステージが始まるぞ。楽しみですね、大神さん。どんなステージを見せてくれるんでしょうね。みんな、こんにちは。マジカルエンジェルココリコの夢のマジックショーだよ。どなたかお客様でお手伝いをしてくれる方やはり平民の娯楽か。わざわざ客に手伝わせるとは。こんなことを手伝う者などおるというのか。なあ、エリカ。はい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 、はーい、エリカがお手伝いします。エリカ。エリカさんだけかと思ったら、シーまで。お子様ばかりか、シャノワールは。では、そこの赤い服のお嬢さん、どうぞ。はーい、エリカ行ってきます。メインイベント、マジカルエンジェルココリコがお送りする恐怖の人間切断マジック。
ねえカルチェラ、やっぱり僕さっきのお願い言うね。うん、なーに、言ってごらんなさい。あのね、カルチェラのことママって呼んでもいい？ええ、もちろんよ。私の可愛いコクリコ。大神さん、行きましょうか。ママ。眺めても眺めても見飽きないな、この帽子の宝石は。この宝石さえあれば動物どもなんてクズみたいだ。本当に美しい。本当だね、食べちゃいたいくらいにね。何？なんでお前は？この宝石だけは誰にも渡さねえ。いいよ、渡したくないなら渡さなくてもね。一緒に奪うまでだ。さあ、この宝石をいただこうかね。それにしてもこのサーカスは本当にいい餌場よね。おいしそうな宝石をつけた人間が集まってくるんですもの。当分ここにいようかね。この姿でね。